どうもすみません阪神大商店出走馬全頭について喋っていこうと思います。この阪神内回り3000というのは JRA のコースの中で一番自力勝負になりやすい最高のコースなんですよね。ですからあの有名な成田ブライアンとマヤのトップガンの一騎打ちだけではなくてこの馬強いなっていうような競馬も見れるレースで。 例えばゴールドシップだとかビワハヤヒレだとかそういったような本当に強い馬がこのタフなコースで底力のある馬がその底力で束を圧倒して勝つそういったような競馬の醍醐味みたいなレースも過去にいくつもあったのがこの阪神大賞典です。まあ、それでももちょっっととつてみたいなところもあって、 近年ははそこまでの底力勝負だとか痺れるようななレースは少なくなってきてきいるかなと思いまり、まあ、やっぱり馬場が昔よりいいというか少し軽くなってるようなところもあるので昔はもっと荒れ気味もしくは芝がタフだったようなところま,まあ路盤含めての馬場もタフだったようなところもありましたのでだからこそこの 3,000m 内回りコースはコーナーから厳しい競馬になって。 ごまかかしがななっていたようななとところはあるかなと思いますね。で今年に関してはちょっと阪神前残りが多かったり馬場がやたらといい時計も出るっていうような状態なので期待薄だなっていうふうに思ってたんですがでも雨が降るのでやっぱ雨が降ってしまると雨が降ってくれれば降ってくれるほど底力勝負になると思いますんでまあちょっと とあんまり降らない,いやや重までいかない可能性もあるぐらいなんですがなるべくっっててしいなっていなうところありますねそれで冒頭に言い忘れたんですが今週はファルコンステークスフラワーカップスプリングステークスはメンバーシップ限定公開となりますまあレース前はメンバーシップ限定公開でレース後に無料公開をする形でやってますでこちらの阪神大商店に関しては 無料公開ががレース前にあるんですがただ無料バージョンの方は印や能力値ついてないところもあるっていうそういったような状態で途中一瞬だけ印や能力値なんか全てが出ている映像は一瞬出ます。それでは改めてまずはババアコースレース展開からです。 馬場については、今の阪神はすごく良くて、前残りとか、ロスナク立ち回った馬が有利っていうようなレースが、内回りも外回りも多いですね。時計も出てます。でそういった中で、この阪神三0メートル内回りコースであってもある、ある程度。先行勢で強い馬がいたり。あとは、ロスナク立ち回れて、力がある馬に関しては、有力視しなきゃいけないな。 っっていう感じはあったんですがただ雨が降れば降るほどそういったような傾向は少し薄れていきますんでごまかしの効かないような感じになっていく可能性はあるかなと思いますがただ中途半端なややもぐらいまでの馬場だと逆に追い込み馬たちが押し上げにくかったりだとかあとは瞬発力がそがれたりだとかそういったような傾向にありますんで。 まあもちろんその逃げ扇行場が力があるかどうかうまくペースメイクできるかどうかが鍵になるんですが、まあ、逃げ扇行場が早めに手答え悪くなるんだったら入れ替わりが激しい感じである程度追い込みも効くっていうような感じになるんですけれどもそこをどう考えるかですね。でどういった展開になってもある程度その何て言うか。 この3000メートル内回り阪神でまあ、き基本的なことですねだいたいこうなるっていうのが一つあるんですがそれはやっぱり4コーナーの時点である程度中段よりも前に押し上げられるということですね道中後方にいた馬でも4コーナーの時点ではある程度中段よりも前に射程圏内にというのはこの阪神大賞典はだいたい毎年 ラスト 1,000m ぐらいからペースが上がっていって800600ぐらいから結構激しいコーナーからのロングスパートになりがちなんですよね。なので足を貯めて直線だけでビュッと伸びる瞬発力勝負になるっていうことはほとんどない。まあそれは基本的に 3,000m 以上のレースはそうで天皇賞春なんか。 キッカーショーなんかもそうなんですがやっぱり 3,000m 以上ぐらい距離が長いと 2,400m 以下のレースと比べてやっぱスタミナを消耗した上で最後の踏ん張りみたいな感じになるのでとなるとなかなかそのスタミナを消耗した上でラスト直線だけでビュッと瞬発力でっていうような競馬は少なくなる傾向にはあります。 特にババが荒れたりだとかコーナーからペースが上がるような感じになるとこの「安心 3,000m 内回りコース」だとコーナーから足を使わされる分瞬発力とか切れる足は削がれていく傾向にあるのでなおさら4コーナーから直線向くときになだれ込みですね早めにスムーズに勢いつけて回るっていうことが 正解っていいううようなレースが多い傾向にありま,すまあもちろん瞬発力が生きる時もあるっちゃありますし能力のある馬だったらロングスパートの中でも最後切れる足を使ったりすることもあるんですけれどもまあそれで逃げ先行馬が直線入り口まで引っ張る流れもしくは馬場がいい状態ですね馬場が雨で渋ってても馬場がある程度いい状態だと結構 前が引っ張って内の方とか馬群からロスなく貯めながら回ってこれる馬が有力というか有利に競馬できる展開もありうるんですが逆に外から有力馬が早めに押し上げたりだとか入れ替わりの激しい展開になってしまうとそうなってしまうと内の方とか馬群の中から立ち回った馬が逆に不利になることも多いということですね。まあ、これは競馬の基本なんですが 手応えのいい馬がどっから4コーナー直線のり口回ってくるかということで、レースの質が変わってくる、正解が変わってくるっていうところはあります。どの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですが、ディアスティマ、ジャン、カズマあたりが一番逃げる可能性が高いかなと思いますね。テオロイヤルはサスケーバーする可能性が高いんじゃないですかね。で。 サボーナとかはもしかしたら外回るよりかはっていうような感じで出していく可能性あると思います。まあ、それと税源はいけないか湘南橋とは大外枠引きましたんでもしかしたら一旦出してそのまま逃げる可能性はなくはないんですがまあただこの辺はあんまり逃げる可能性は低いかなと思いますね。 まあそれで逃げる可能性が高いディアスティマとジャン・カズマについてなんですがディアスティマはですねやっぱちょっと衰えが出て硬さなんかも出て以前ほどのバネがないのでもしかしたら早めに手応えが悪くなってあの前奏なんかもちょっと引っ張りきれなかった感じがありましたんで。 今回、前奏よりは追い切りの動きがいいので、少し調子が上がっているので、そこでどこまで、あとはムルザバイフ浮臭、逃げのペースメイクとか、後半ある程度うまいジョッキーでもありますんで、そこでどうかなんですが、まあそれとジャン・カズマンに関しては、前奏よりも今回の方が仕上がりが良さそうですし、結構、なんていうかま、まだまだ、 良くなるる余地がああでもありますし単純な馬体の見た目でいくと3 0 0 0ル以上は長いかなっていうような感じ見えるタイプなんですが意外とこなしちゃってるというところもありますし馬場が渋っても渋った方がいいぐらいかなっていうようなイメージになってますんで結構このディアスティマージャンカズマが逃げた場合に関しては馬だけで考えると。 ちょっっととああんんまりでできないなっていいてうところがあるんですよねただですねまずムルザバイフ騎手は逃げのペースメイクとかも先行も得意っていうタイプのジョッキーなんですがただこの阪神大商店を知らないんですよねこのレースの質を。そこを調教師たちがちゃんと伝えられてるかっていうところであでもあんまり外国人ジョッキーに 細かく言う人どうなんですかねそんなにはなんか外国人ジョッキ分かってないなっていうようなレース重症では多いので調教師自体も阪神大翔天やこのコースの特性あんまりよく分かってない可能性もあるのでそう考えるとその普通の 2,000m とか 2,400m のトルのコースのコースの 感覚で逃げ先行をしちゃうと結構途中から早めに後続の有力馬たちが続いてきたりだとかする可能性があるんですよねまあそれで逃げ先行馬に関しては先手先手で仕掛けていくか後手後手で仕掛けていくかで全然変わってくるわけですよねマイペースか他に動かされてる形なのかということで 例えば特に2 4 0 0ル以下もしくは3 0 0 0ルでも京都の3 0 0 0ルとかだと多少後手後手に回ったとしてもそこまで響かないことっていうのはあるんですがただこの阪神3 0 0 0ルの内回り阪神大笑点っていうレースは後手後手に回ってしまうと逃げ先行馬たちはちょっと足の使い方が難しいというか。 かなり足を使わされてくれしまう可能性があるんやっぱりそれはやっぱり通常のレースよりもこの阪神大笑点はペースが上がるのが早いのとコーナーからのロングスパートになることが多いレースなんでその分ちゃんと自分で逆算してペースメイクしないと逃げ栓唐馬はなかなか足が持たないっていうところがあるんですよね。 そう考えるとディアスティマムルザバイフ奇襲に関しては技術的なレベルは高いんだけれども基本的に逃げ先行はうまいんだけれどもちょっとこの阪神大昇天に関してはもしかしたら墓穴を掘る可能性があるかなというのとそれと多少その何て言うかロスがあっても押し切れるだけ馬が強ければいいんですがディアスティマもちょっとピークを過ぎた馬でもありますし。 気持ちも切れやすくなっているところがあるのでそういった意味ではちょっと微妙なな可能性はあるかなと思いますねそれとジャン・カズマンに関しても馬は結構能力があってこれから面白いなっていうところはあるんですが小沢騎手がこの阪神大笑点の乗り方を知ってるかというとまず知らないだろうなああもし教えてもらったとしても頭の中で理解できたとしてもそれを 感覚としてですね阪神大笑点の乗り方ができるかというとそれも微妙かなっていうところがあってなのであのまあこれ2分の1どっちか振り切らなきゃいけない選択なんですけれども僕は逃げ線場がちょっとと苦戦すするんじゃなないかなと見てます去年の阪神大笑点はジャスティン・パレスがうちの方から足をためながらスッと抜け出すような。 まあちょっと阪神大笑点らしからぬ競馬で勝ったんですがそれに関してはアフリカンゴールドの構想が誤算だったんですよねアフリカンゴールド衰えが出てるかなと思ってた中で意外とある程度出来が良かったという中で大胆に後半早め早めというような感じでペース作ってって。 ラストトメールが58秒前後ぐらいでで上がってたんですよね逃げ馬のそういったような予想外の構想というか直線半ばぐらいまで引っ張っていったような競馬をしたことによってその結果として直後にうちの方から足をためながら回ってきたジャスティン・パレスが競馬しやすくなって外回った馬たちが少し苦戦するっていうようなレースになってしまったんですよね。 それと比べて今年は僕は逃げ先行馬がちょっと4コーナー前後まで引っ張れない可能性があるかな入れ替わりの激しい感じで他の有力馬が外から押し上げていってそれを目標に他の馬たちもついていってっていうようなロングスパート入れ替わりの激しいロングスパートを想定してるっていうところがありますね。それでは右の方から一頭ずついきます。プリムドール。 プリムドールは前走は後方から大外からいい競馬してた方なんですがちょっとあんまり出来が良くなかったんですよねいい頃ほど後ろの脚力とかバランスなんかもしっかりとしてなかったんで今回扇切りを見た感じだと前走以上なので期待値は上がるかなっていうところはあります。まあ、それでで単純に馬だけで考えると 追い込みがハマるもしくはロングスパートの中でついてって後半の末勝負ということに関してもそんなに引けは取らないかなと思うんですがただ和田龍二騎手に乗り換わりますんでやっぱり動かす技術っていうのが根本的に低いジョッキーですんでそうなってしまうとちょっとやっぱプリムドールも多少ずぶいところがありますんで。 そのずぶい馬を動かせるかというと微妙なので相当前が止まるとか前が止まるっていうのは逃げ先行馬だけじゃなくて他かの,の先行馬とか中段辺りから押し上げる有力馬たちも苦しんでくれるみたいなそういうような感じになると前が止まってくれると追い込み馬誰でも動かしやすくなったり展開が向くっていうような形になる可能性があるので。 そういうふういいになれればももしかしかたらっていうところはありますけれどもブローズ・ザ・ホーンは、まあ、今年の天皇賞を張る最有力視されている馬の一頭ですし今回一番人気か二番人気になりそうですね。で僕も前走高く評価してたようにまあ普通に力あるな力つけてきたなとは思うんですけれども。 ただ前走はは結局は京都の外回りコースなんですよね京都の外回りコースは4コーナー手前に坂の下りがあってその坂の下りあまりにも早く動きすぎてしまうと末足をなくしてしまうこれが基本的にあるわけですよね。うん、なのであんまりコーナーからロングスパートになるようなコースじゃないのが京都の外回りコースなんですよね。まあ、昔の天皇賞は春で サクラローレルマーベルラスサンデーとかが動いてロングスパートになったとかそういうのとかはありましたけれども近年は基本的にはあんまりそのーナの手前の坂の下りで無理する馬は少なくなってきてるかなっていうところはありますなのでそのそういったような京都の外回りとこの阪神の内回りコースっていうのは全然タイプが違うコースなんですよねこの阪神内回りコース 阪神大商店っていうのはコーナーから早めに動くロングスパートになるっていうような形で競馬の質が全然違う前走のブローーザホーンは結局足を溜めてて直線勝負してるわけですよ、ね、まあ確かに京都の外回りコースも乗り慣れてないと難しいトリッキーなコースではあるんですが前走のブローザホーンの乗り方としては前の有力馬を見ながら後手後手に追い込んで外から。 追い込んだような形な形ので、まあ、多少その仕掛け遅れはあっても京都の外回りだったからこそ問題なかったかなっていうところがあったんですけれども、まあ、あの本来だったらもっとうまく乗れるレースなのに、ね、自分から仕掛けてもよかったところがあった中で後手後手に回って他の馬に合わせたんで多少少し反応が悪くなったところもあったんで。 まあ今回も同じようにこの菅原明騎氏が阪神大翔天このコースの乗り方このレースの乗り方を知らない中で様子見をしながらゴテゴテに回ったりもしくはうちの方から足をためながら小細工しながら乗ろうだとかそういったような他のコースと同じ感覚でこの 3,000m 内回りコース阪神大翔天を他のレースと同じように 配信大商店乗ってしまった場合墓穴を掘るる可能性があるかなっていうでもそれに関しては極端に選択を間違った場合ジョッキーが足引っ張ったなっていう形になった場合であって例えばうちの方からロスなく立ち回ろうとしてもそれがうまくいく場合もあるわけですよね。というのはこのブローザホーン自体が今力つけてる最中勢いもあるっていうところがあるんで。 多少のロスだとか多少の選択ミスであったら取り戻せるそれぐらいの力はあるわけですよねなので今のブローザホーンの能力勢いを考えると自信を持って完全に消すすとといいうことはでできな手広くだったら押さえた方がいいとは思うんですがただ人気馬の中でどれか消さなきゃいけないというそういったような 苦しい選択を迫られた場合その場合にはやっぱり一番欠点が多いというお大きな欠点を持っているのがブローザホーン菅原明菱、ね、別に調子さえよければそこそこ直線も終えたりしますしそれなりに乗れるジョッキーなんですが。 ちょっとここ1年ぐらい好不調の波が激しいジョッキーであんまり年間通してモチベーションがキープできてない可能性もあるので、まあ、最近もあんまり塚原明騎手有力馬にいっぱい乗せてもらっていながら結果残せてないっていうところも不安定さがありますんでまあなんかそれ含めてっていうところでディアスティマディアスティマは、まあ、一時期調子良かった時は逃げ先行で。 結構力があってやっぱり逃げ前に工って有利に競馬を進められる客室ではありますんでその分その多少の力差だったら逆転できたりだとかしてっていうようなまあいい時もあったんですがさすがにちょっと衰えがあって、まあ、体全体もしくは筋肉の質硬さが出たり以前ほどのバネとか躍動感がないんで。 効率のいい感じで、足を溜めながら競馬をできるっていうことが少なくなってきてるかなっていうところがあります。まあ、今回の大きさを見た感じだと少し良くはなってるかもなと思うんですが、まあ、でもやっぱピークの時のイメージでは見れないなっていうところがあります。それでこのディアスティマーはですね。特徴としては良かった時はですね。道中1。振りがいい。割には4。コーナーから直線。 多少ズブさが出るようなタイプでその4コーナーから直線ずぶさがあったからこそ勝手に加減して走る分長く足が使えてしぶとかったところがあったんですがちょっとその何て言うかそういうずぶさじゃなくて勝負どころのラスト800600とかで進んでいかなくなるような感じとかちょっと気持ちが切れるようなレースが最近目立ってきてますんで。 その辺がちょっと今回少し出来が良くなっててどこまで戻ってるかっていうところなんですが、まあ、ただ多少戻ったぐらい多少良くなったぐらいではこの阪神大賞典のコースレースの質を考えるとなんか思い切った大逃げでもするかそれか大逃げ一投してくれる馬がいてその馬を追いかけてのばらけて23番手その中で早めっていうような感じが決まるとかじゃないと。 ちょっとまともに自分で競馬作ってさらに早め戦闘とかで目標にされながらそれを跳ね返すっていうような競馬っていうのはなかなか今のディアスティマではイメージが湧かないんですよねさらにムルザバイフ騎手もこの阪神大商店っていうレースを知らないジョッキーなのでその辺の不安を含めてちょっとなかなか出が出ないなっていう。ジャンカズマ ジャン・カズマはですね、体型というか後ろの付け根周りなんか見てたら多少浅く入ってるようなところがあるんで距離的には2200か2400ぐらいまでかなというような感じに見えるんですが意外と 3000m こなしてるんですよね。で前走もそれなりに何というか道中から。 他の馬に絡まれたりしながらそれでも気持ちが切れずにちゃんと走ったっていうところは評価できるかなと思いますしさらにその前走よりも今回の追い切りの方が気配良さそうなんで結構バカにできない馬かなと思いますねただこの阪神大賞典というレースこのコースということに関してはこのジャン・カズマみたいなタイプは雑に乗っても 押し切れるかとといいいうとそううそったよななタイプではないのではの上手にペースメイクしてちゃんと自分からラスト 1,000m800 ぐらいからペース作ってってラスト600ぐらいからも大胆にっていうようなそういうような形でないとちょっと例えば他の馬たちにつつかれたりだとか後手後手に回るような形で雑な後半のまとめ方をした場合だとそれは乗り切れないかなというところがありますし。 まあ大逃げ打つかそれか大逃げしてくれる馬のばらゲた2番手あたりから早めっていうような感じがはまればいいんですがこの小沢騎手に自分で競馬を作ってっていうことができるのかな特にこの阪神大商店だからこそ阪神大商店を知らない小沢騎手がそんなことできるのかなっていう疑問はありますね。 スマイルは、まあ、皆さんご存知のように実績まで本来の力があればここで上位の能力はあるわけですがただやっぱりさすがに年齢的に高齢馬ですんで衰えが出てっていうような感じでしたただちょっと今回追い切りを見てびっくりしたのはまた少し復調してるな馬体全体のボリューム筋肉 なんかもいいですし。バネの方も少し戻ってきたかなと思いますね。まあ、もちろんそのピークの時と比べると良くても6分7分ぐらいかなと思うんですが。ただ今のユーキャンスマイルとしてはかなり多分ここ12年で一番いい出来で出走できるんじゃないかなと思います。ただ、距離に関してはですね。 やっぱり脚力に衰えが出たりすると道中からのの走りの効率も悪くな,るわけですよ、ね、なのでその昔 3,000m 以上全然こなしたからといって 3,000m 以上使うっていうことが正解かというと僕はそう思わないところがあってだんだん高齢になるにつれて距離は少し短くした方がいいかなと思うところはあるんですよね。 ましてやこの阪神内回りの 3,000m 阪神代走点っていうのはただの 3,000m のレースではないので京,京都の 3,000m とは全然違うのでそう考えると基本的にまあ他が自滅しまくるとかそういう時にはなんとか距離も持って構想する可能性はあるかなあとは荻野拓牧も成績は良くないんですが別に下手なジョッキーではないので。 そういった意味では追い込みいいところはあるかもなと思うんですがただや,やっぱその他の馬たちと比べた時にはなんか今のユ機キアンスマイルだと本当の手広くだったら抑えた方がいいかなというような程度ですね。テオロロイヤルテオロイヤヤルルは番番人気か2番人気気かにななりそうなんですがあのー ここの岡田急車はですね基本的に短距離専門みたいな厩車であんまり中距離でメリハリの効いた馬を作る瞬発力タイプを作るっていうことは得意じゃないイメージの厩車なんですけれどもこのテオロイヤルに関しては比較的長い距離で調子をある程度安定できてるかなっていうところがありますし前走の 東京のダイヤモンドステークスのレースなんかはまあ今がピークなんじゃないかっていうふうに思えるぐらいそれぐらい、まあ、過去の良かった時と比べても遜色ないレース内容だったかなと思いますし放牧してその立て直しっていうところがかなりうまくいってるのかなと思いますね。で今回の思い切りなんか見ててもまあちょっとその多少余裕のある動きにはなっちゃうんですが。 まあでもこれぐらいで全然能力は出せると思いますしなので前走のダイヤモンドステークスと同様このテオロイヤルに関しては同じようなパフォーマンスができるそれぐらいの力はある状態と見てるところはありますただですねコースが全然違うんですよね東京コースだとやっぱ直線が長いんであんまりコーナーから動きが出るわけではないので その分何というか落ち着いて直線いいところで足を使うとかそう,そういう落ち着いた騎乗をしやすいんでその分ひ土田騎手のうまさが光ったようなところもあったんですがただこの阪神 3,000m 内回り阪神大昇天ということに関してはコーナーからのロングスパートになりがちでちょっと何というか土田騎手の。 うまさでごまかすことがなかなかな難しい時が出てくるわけですよねでこのテオロイヤル自体もどちらかというと直線長いコースの方が合ってるというかコーナーはゆったり回っていきたいいっていうところがあるのでこの阪神大翔天コーナーから足使わされてさらに直線また一足二足使ってっていうイメージがあんまりわかないんですよね。まあ、ですから 結構コーナーから早めにガシガシ手が動く感じだと直線の入り口から直線の半ばぐらいまでは伸びるところを見せるかもしれないんですがそこからさらにゴール前もう一伸びみたいな足はあんまりあるイメージがわからないんでなるべくやっぱその足の使いどころを大事に何て言うかあ足を。 貯金しながら回ってきていいところで足を使うとか、やっぱ菱崎市の手腕に頼る部分が大きくなっちゃうイメージなんですよね。なので。このレースよりかは天皇賞春ですね。京都の3200メートル外回りの方が乗りやすいと思いますし。しまあ、それはブローザホーンなんかもそうなんですが。やっぱりコースとの相性レースとの相性ということに関しては、テオロイヤルは？ こここでではは上位2ととかかには入らないかないいうところがあるんですよね、まあ、ただ別にテオロイヤルこのコースは苦手というわけではないと思いますし、まあ、普通に有力士上位5盗には有力士してもいいかなとは思うんですが本命打つほどもしくは1番人気2番人気になるほどかというとちょっとそこまでは思わないところあります。 地方ば安タンするフレ、安タンするフレはまあパトク映像とかはないのでレース映像を一つか二つ見たんですが、まあ、多分芝も悪くはないかなっていうのは走りはしてます。まあ、ただやっぱりその JRA でも最も底力を要求されたりする。 こうやっぱ格式の高い阪神大笑点でもありますのでそのレースいきなり芝使ってその中で勝ち負けに加わるとなるとさすがにしんどいかなと思いますんで名勝ブレゲ名勝ブレゲはちょっと本命打ってみたかった馬の一頭ですね。というのはこの名勝ブレゲが 最近のレース内容がすすごくいいんですよね後方からの追い込み馬なんですけれどもだいたい手応えよく回ってきていてまあ多少直線の入り口とかで気を抜くとこはあるんですがまあでもその辺坂井騎手も分かっていてムチ入れたりしながらしっかり走らせば最後グイグイ伸びてくるっていうようなレース内容で確かに相手が強くなかったこと。 さらに京都の外回りコースなんでまああんまりコーナーからペースが速くならなかったということで手応えよく回ってこれたっていうところはあるのかもしれないんですがただこの名勝ブレーキの手応えなんか見てたら多少レベルが上がったとしてもある程度ついていけそうなそれぐらいの余裕は感じるわけですよね。なので今回もし 前残りとか縦長のままなかなか馬群が詰まってこないようなレースとかだとこういう名称ブレゲみたいな追い込みタイプはしんどいんですが結構やっぱ入れ替わりの激しい追い込みが効くような展開にはまった場合だともう頭まであってもおかしくない馬かなと思いますんでワープスピードワープスピードは体型からすると胴長 さらに足が長く見えるそういうようなタイプなんで大体そういう馬はあんまり器用じゃなかったりしてロングスパートなんかもあんまり合わなかったりとか馬場もあんまり合わないような馬もいるんですけど渋った馬場上手くないような馬も多い傾向にあるんですがただこのワープスピードは意外と手応えよく回ってこれますし。 多少雑に乗っても長く足も使えたりロングスパートにも対応できるさらに馬場も不問ですよね多少荒れてても問題ない馬場が渋っても問題ないことが多いですし競馬に行っていいところもありますねなんか結構その自分の力は出そうとしてくれるようなところがあるんで。 とにかく一旦道中足を溜めて後半勝負というような形に持ち込めれば自分の力を出してくれそうなイメージが湧く馬ます。まあ、ただこのワープスピードにもあれっていうような凡走パターンもありうるかなと思っててそれは例えば先行した時に馬群が団子状態とかごちゃごちゃっとするような感じだったりなんかすると。 あんままり合わなないいかなと思います先行してもいいんですが先行した場合にはばらけてて乗りやすいような感じになってないとっていうところがあるんで基本的には根本的には追い込み馬なんで先行するとか中段あたりとかある程度ポジションを取る場合に関しては乗りやすいばらけたポジションを取れるかっていうところになると思いますね。それでワーープスピードは 安定も川田騎手で騎手もいいんでいいんですけれどもただ川田騎手はですね結構重症で不安定な時があって上手い時はうまいんだけれどもちょっと雑すぎる強引すぎるなっていうような競馬になることも多いタイプでその立ち回りですねクレバーな立ち回りが安定してるかというとそういうタイプでもないんですよね。上手いいい時は上手いってううような なのでこのワープスピードに関してはその良い時の川田騎手だったら掲示板以上とか構想する可能性が高いかなと思うんですが良くない時の川田騎手だとあれっていうのは競馬しちゃう可能性もあるのでその辺ですねあのやっぱりある程度勝ちを意識する競馬すると思うんでその中で勝ちを意識すぎた乗り方にならないかっていうところはありますね。 サボ,ーナサボーナは、まあ、この馬に関しては神戸新聞杯の前とかですかねもうちょっと前からですかね化ける可能性がある馬っていう風には言ってきたんですよね。で、まあ、ちょっとなかなかいないタイプというか特徴的なのはある程度いいポジション取って正攻法で。 早め戦闘みたいな競馬が合うそういうようななんというかあのよ横綱競馬みたいなのが合うタイプでですからキッ賞なんかでは外目から早めに上がっていってっていうような成功法の競馬してますよね結果としてキッ賞は外もあった馬達が断然不利な展開になったのでこのサボーナーかなり不利で大きなロスになってしまったんですけれども それででもった止まらなかったんですよね最後までじりじり伸びてたように。ということはこのサボーナっていう馬はコーナーからのロングスパートで結構ガシガシムチ入れながらやり合うような展開でもある程度長く足を使ってしぶとさもあるっていうそういう利点があるんですよね。で池添騎手もそういうような。 外回って正攻法の競馬するっていうのは比較的得意としてるジョッキーでオルフェーブルとかでもやってたんですが抜けて強い馬に乗るということに関しては池添騎手は結構いいところがあるんですがただその菊花賞の時なんかでもそうなんですがその型にはまらなかった時にあんまり。 馬を動かすす技術が高いいわけでではないですよね直線を得るだとかそういうタイプじゃないのが池添い騎手なんでそう考えるとこの砂ー菜自体は長く足が使えて多少タイミングがずれてもずぶさ出しても底力があるっていうタイプなんですがそれを動かす技術が池添い騎手にはちょっと足りないところがあるんでもっと 追えるようなジョッキーが乗れば多少強引に乗ってもっていうような競馬しやすいんですがそこなんですよね池戸騎師は型にはまった時にはそのいいんですけれどもそれとこのサボーナっていう馬はある程度は雨が降ってもこなすとは思うんですがまあ、ちょっとババア でのめったりだとか上滑りする可能性もあるかなというところで両馬場に越したことはないかなっていうタイプでもあると思うんでその辺も少しは気になりますね。まあサボーナもこの阪神大昇天イメージとしてはハマった時にはっていうところで良いイメージが湧く馬なので本命打ち,打ちたい馬の一頭ですね。ゴールデンスナップ ゴールデンドシップサンクラシック追えば追うほど味があるっていうような感じでまあちょっと前走に関しては京都の外回りに,にしては4コーナー手前とかに手が動いたりだとか多少反応の悪さはあるのかなっていうところがあるんでその今回。 ラスト800600とかからロングスパートになって入れ替わりが激しい展開になった時そういった時にはやっぱ前走までとはレベルが変わってくるのでそのこのゴールデンスナップの反応の悪さっていうところが響かないかっていうような心配はあるんですよね。たださは見せててもついていければ長く足が使える馬なんで 多少もたついたとしても結果として最後ラスト400 4コーナー前後直線リーグ1とかその辺で他の馬たちが止まってくれるような消耗戦になってくれればなってくれるほどこういうゴールデンスナップみたいなタイプっていうのはハマりやすいまあ、はまった時にはこの3 0 0 0ルも合うかなと思いますねただ母系が谷のギムレットで多少その なんていうかどちらかというと距離的には2,400ぐらいまでの方がいいかなっていうような感じはあるっちゃあるのでまあ他の馬たちについても3 0 0 0ル以上がいい馬ってあんまりいないので気にする必要はないとは思うんですがまあやっぱ重を使うんであったらもう少しなんていうか距離不安もあんまり出ないようなそういうレース使って。 たたうが良かかったかなと思うんですがま,まあでも多分僕は今回ゴールデンスナップは距離はこなすとは思ってるんですがや,やっぱそのずぶさですねもたつく可能性があるのとジョッキーもあんまり追えるジョッキーじゃないというかガッ,ガッとずぶい馬を動かせるジョッキーでもないのでちょっとそのもたついてるうちに気持ちが切れないかっていうのは心配かなと思いいますねババについてはある程度ははこなす可能性は高いと思います ディ,ープボンドディープボンドは今回岩田未来機種が乗りますんである程度ジョッキーがいいですねでもいいジョッキーを乗せるんであったらもうほんと3年遅いんですよね3年くらい前のピークだった時期に一流ジョッキーを乗せてれば g ン勝てた可能性があったわけでまあその中で 直氏を引っ張りすぎたかな結果として競馬,史です競馬の歴史が変わっちゃったっていうところはありますしまあディープボンド一等にとってもそうですねあの不名誉というか結局は g ン馬になれてないわけですからまあ本当にピークだった23年前だともうコーナーからかなり早めにガンガン 動かそうとしても長く足を使ってっていうような感じ直線2枚腰3枚腰使ってっていうような感じがありましたよね。まあ誰が乗ってもある程度走るような状態だった時もあったんですがまあそれがやっぱりだんだんと衰えが出てきて、まあ、ちょっとここの大久保牛舎も動きが無駄に大きい馬が多い厩舎でもありますんでちょっとこのディープボンドに関しても。 以前と比べて脚力が落ちたりした分その分やっぱ体を大きく使おうとしてしまうところも出ちゃうので、まあ、その分走りの効率が良くないその足の使い方も多少難しくなったかなと思いますね。まあただそうですね一周前追い切り最終追い切りと見ていて少しずつ良くはなってるかなっていうところがありますし。 まあ、ピークを100としたら能力的には70か75ぐらいまでしかもう戻らないとは思うんですが、まあ、それでももともとは格上の存在ではあったわけであって、まあ、今回僕のイメージ通りになった場合だと途中から入れ替わりの激しい展開それはディーブ・ボンドにとって 得意な合ってるロングスパートの競馬になるわけでまあそこでこの馬の持ち味が出る可能性はあるかなと思うんですが、まあ、ただそのロングスパートが得意な馬とはいえそれは良かった時の話なんで、まあ、今はロスが出たら気持ちが切れる可能性もなくはないんじゃないので以前みたいにもたつこうがずるさ出そうが大とびで不器用だろうがとにかくガンガン持っていれば。 馬が勝手に走るっていうようよなな状態ではないので、はのやっぱりそうですねある程度その計算できる足の使い方をしながらさらに岩田未来騎士が少しプラスアルファを埋めればっていうような感じになってくるかなと思いますね。シルバーソニック,シルバーソニックは長期休養明けなんですが追い切りを見た感じだと悪くはない動きなんですが。 まあ重症で構想していた馬とはいえ調子が良かったっていうのもあったんですよね。まあ、基本的にそ,のそんなには器用じゃないというかずぶさがあってじりじりとしか足が使えないっていうような感じその馬がさらに休み明けでそういう傾向が強くなってるっていうところなんでまああんまりそうですね飛びつくようなタイミングではないかなと思いますね。 まあもっとその息きっぷりがよく反応もよく器用で立ち回りやすいとかそういうタイプとかだったらまあ休み明けでもいきなりっていうようなイメージ湧きやすいんですがどちらかというとこのシルバーソニック渋いタイプなんでやっぱ使っていきながら復調する可能性の方が高いかなと思いますね。まあ、でも仕上がりさえ良ければ 旧車もいいのででなんで走る可能性はなくはないと思います税源税源はまあ法理厩舎の馬でもありますしデビューしたての頃なんかは素質馬かなと思ってたんですが、まあ、ちょっと気象的に激しすぎるところ難しいところがあってさらに動きですねちょっと動きが無駄に大きいところがあってコンパクトにキレのある動きが あんまりできないところがあってそれはずっと今まで来ているところなので、まあ、やっぱり器用さと瞬発力がちょっと足りないかなっていうようなところさらにこの馬に関してもそうなんですがやっぱり年齢を重ねるごとに距離は短くした方がいいと思うんですよね3000メートル以上とかは筋肉の質が柔らかかったり馬がフレッシュな時。 とかの方が使いやすい距離で、今は税源は2400以下とかの方が乗りやすいんじゃないかなと思うところもありますね。湘南橋と湘南橋とは、まあさつき橋とかあの辺の時期は高く評価してましたし、右回りの2000メートル前後とかその辺でいいところがある。さらにババが渋ったりした場合でも。 ここななせるっっていういいうところもあった馬なんですがちょっと最近この湘南橋とは好不調の波が激しくて気持ちも切れやすいようなレースも出たりなんかしてて足の使い方も難しいようなそういったような仕上がり具合もあったかなと思いますね。ただ今回追い切りを見た感じだと確実に前走よりも良くなってるなと思いますし。 前走よりかはメリハリが効いていいとは思うんですがただ体型とか見てても距離はまああまり 3,000m 以上は合わなそうだなっていうところさらに京都の外回りとかだったらまだ乗りやすいかもしれないんですが阪神内回りコース阪神大商店っていうロングスパートになりがちなそういったようなレースの質を考えると。 湘南橋ととはあんまり相性合わなないいかなっていう、ショーナンバシッはどちらかというとうまく前に壁作ったりしながら足をためながらごまかしごまかし回ってきて直線スッと抜け出すみたいなそういうようなイメージの馬なのであんまりコーナーから足を使わされるとこの距離だけにさらに不安は大きくなるかなと思いますね。以上です失礼します。